最近服用するだけで痩せられるっていう薬を見るけど、どんな薬なんか気になるな。そんな楽に痩せたい努力を放棄した視聴者のために、企業の金儲けの道具になったズンダモンが解説するのだ。痛いからぶつかんな。というわけで今回は、日本初の内臓脂肪減少薬アライが気になるお金のために、どういう意味、アライ3を解説するのだ。3をつけたら違うのになるじゃろうが。それでは解説を始めるのだ。今年の4月8日に日本初の内臓脂肪減少薬アライが発売されることになったのだ。内臓脂肪減少薬ってことじゃから脂肪が減るってことなん。そうなのだ。次はどういった効果で脂肪を減らすのかを解説するのだ。その効果は、アライに含まれているオルリスタットという成分が脂質の分解酵素であるリパーゼの働きを邪魔することで、脂質の吸収を減らして内臓脂肪を減らしてくれるのだ。え、どういうこと。アカネちゃんが可愛い。やったやった。でおい、まずアカネと視聴者が大好きな脂質なんだけど、そのままの状態だと吸収されないのだ。なので人間はリパーゼという脂質を分解する酵素を使って吸収されやすいように分解して一杯吸収できるようにするのだ。リパーゼのせいで、いや、私をデブキャラにすんな。でもオルリスタットがリパーゼの働きを邪魔することで、脂質が分解されずに体外へ排出されるのだ。そしてその脂質の排出量はどれくらいなん。興味ないけど視聴者が気になるから。どれくらいなん。興味ないけど視聴者が気になるから。はい、分解言いました。編集長、キプディーなの。その量は 125% なのだ。数字を使っても分かりにくいので、アカネの大好きなズンダバーガーを例に挙げるのだ。ズンダバーガー好きじゃねえけって。ズンダバーガー食べたことねえわ。仕方ないのでハンバーガーを例に挙げるのだ。ハンバーガー1個のカロリーは約440kcal で、脂質が 23.16g であり、アライを使用すると吸収される脂質が 17.37g となり、実際に吸収されるハンバーガーのカロリーは約 388kcal になるのだ。じゃあ 52kcal も減るってこと。この薬は1日3回使用するので、もし3食ハンバーガーを食べるなら1日で 156kcal も減らすことができるのだ。3食ハンバーガーはやめようね。まあこんなのに頼らないように食事を健康的にできるような人間になってほしいのだ。辛辣。もし購入して使用したいのなら、薬剤師がいる薬局や薬店で購入するのだ。アライは陽子同位薬品であり、市販薬として新しいうちはまだ取り扱いに十分な注意が必要なので、ちゃんと薬剤師から説明を聞かないといけないのだ。私たちは薬に関して素人じゃから、プロの話を聞かんといけんな。またアライを使用できるのかのチェックもあり、18歳以上、腹囲が男性で85センチ以上、女性で90センチ以上、食事や運動で生活習慣の改善を言っている、また体糖脳障害、脂質異常症などの診断を受けてないなどがあるのだ。チェック項目を詳しく知りたい人は、大正製薬のアライのページを見るのだ。動画概要欄にリンク貼っとくで。それでアライを購入する流れもあるのだ。まずは1ヶ月前から生活習慣、腹囲、体重の記録を残して、薬剤師の人にそれらを確認してもらう。そして購入して服用後も引き続き生活習慣の改善の記録を残すのだ。なんかめんどくせえ。実は生活習慣を記録するためのシートがアライの紹介ページにあるので、気になる人は動画概要欄のリンクから飛ぶのだ。まあそんな努力する前に筋トレした方が痩せれるのな。病気で仕方なく買う人もいるかもしれないからやめなさい。あ、それで副作用とかあるんじゃないかと心配なんじゃけど。出たのだ。現代医学を信じない体は大人、頭脳は子供の陰謀を。ズンダバーガーぶつけるで。実はあるのだ。あるんかーい。その副作用とは、うんちを漏らして社会的に死んでしまうことなのだ。え、漏らす。そうなのだ。アライの脂質の吸収を抑える効果によって、吸収されなかった脂質がお尻からいっぱい出てしまうのだ。え、メインの作用が逆に副作用になってしまうの。そうなのだ。なので大正製薬のサイトでは、油っこい食べ物を控えるようにと公表しているのだ。大正製薬から脂質を控えるようにって呼びかけてるんか。いまたおならをすると便が漏れるなどの副作用もあり、そんな場合はおむつなどで守るのだ。そして服用後4週間で効果が出るので、4週間踏ん張るのだ、じゃなくて頑張るのだ。踏ん張ったら中身出るじゃろうが。ちなみに副作用が出る確率は 45% であり、必ず出るというわけではないのだ。秘密だけど、アライの試験でプラセボ群、アライだと知らされて偽の薬を飲んだ人の中で 11% の人がアライの副作用が出たという結果があったのだ。それ、もともとうんこ漏らすと、これ以上言ってはいけない。またアライの副作用には漏らす以外にもあり、漏らすって言わんでええじゃろ。腹痛、腹部不快感じ、腹部膨張、倦怠感、尿路結石症、皮膚や肝臓の異常などが発覚していて、これは服用した人がもともとその病気を持っていて、アライが原因ではない可能性もあるのだ。また1年以上アライを長期服用をした際の副作用が 70% の確率で引き起こってしまうのだ。
ップ音を 70%。 というわけで洗いは脂質の吸収を減らすけど、そのまま脂質がお尻からいっぱい出て漏らしてしまう可能性があるので、服用したい人はおむつを履くか、社会的に死んでもいい覚悟を持ってほしいのだ。おむつ一択。それでどれくらい脂肪が減るん？それじゃあ対象製薬の洗いのページのデータを見ていくのだ。まずは24週間服用した場合、洗いだと知らされて偽の薬を飲んだプラセボ群のグループは内臓脂肪の面積が 5.78% も減り、洗いを服用したグループではなんと内臓脂肪が 14.10% も減ったのだ。 8.32% も減ったんじゃな。プラセボ群のグループも減った理由に、洗いを服用した際と同じく生活習慣の改善を行ったのではないかと思うのだ。つまり生活習慣の改善と洗いを服用を両方行うと内臓脂肪がぐっと減るのだ。また52週間の長期服用をした場合、内臓脂肪がなんと 21.42% も減ったのだ。もちろん生活習慣の改善もな。ちなみにエストの場合、洗いの服用で24週間で 2.49 センチ細くなり、52週間で 4.73 センチも減ったのだ。それで生活習慣の改善って例えばどんなことすればええん？洗いのページではエスカレーターではなく階段を使う、ドレッシングを低カロリーのものに変えるといったことが書かれているのだ。まあ洗いはちゃんと服用して生活習慣を改善したらいい効果があるんじゃな。でも漏らしてしまう副作用があるから、茜のようなそっち系が好きな人以外にとっては地獄なのだ。次はそんな人のためにアップ主おすすめの飲み物を紹介するのだ。そんなんねえじゃろ。あるのだ。それはウーロン茶なのだ。ウーロン茶にはウーロン茶ポリフェノールという成分が含まれているのだ。この成分は緑茶に含まれているカテキンを酸化発酵することで生まれる成分なのだ。確かウーロン茶って緑茶の茶葉を酸化発酵させて作るんよな。そうなのだ。そして生まれたウーロン茶ポリフェノール、長いからウンポって呼ぶのだ。洗いつながりでも言い換えんでええけ。このウーロン茶ポリフェノールは洗いのオルリスタットと同じ効果があり、リパージェの働きを阻害することでなんと脂質の吸収を抑えてくれるのだ。ウーロン茶に洗いと同じ効果が。そして黒ウーロン茶にはウンポが多く。ウンポ使うな。サントリーのデータでは黒ウーロン茶を飲むと1食で約 1.1g もの脂質を排出してくれるのだ。うおーおーおー、少な。そうなのだ、少ないのだ。なので洗いのようにウンポ漏らすこともなく安全性が高いのだ。ただし黒ウーロン茶にはカフェインが含まれているので、夜遅く飲むと覚醒作用で眠れなくなる可能性があるのだ。なので黒ウーロン茶はカフェインの覚醒作用が5時間後に切れることを考慮し、夕方5時以降に飲まないようにするのがいいのだ。まあ洗い使いたいけど使うまでの過程がめんどくさい、漏らしたくない人にはウーロン茶がええかもな。でも効果は小さいのですごい効果は期待しない方がいいのだ。とにかく健康になるための基本である生活習慣の改善、これが最強なのだ。結論、生活習慣の改善が健康の近道。古事記にもそう書かれているのだ。というわけでみんなのためにずんだバーガーをプレゼントするのだ。さっき言っとったな、ずんだバーガー。これがずんだバーガーなのだ。それずんずんずんだバーガーなのだ。何してるのだ、茜。みんなで切り分けて食べんと思ってえねえじゃろ。なんで包丁持つ立ち絵があるのだ。立ち絵の作者でてこいなのだ。何か言うことは。ごめんなさいなのだ、茜お姉様。アカネちゃんかわいいやって、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 涙目すんだもんかわいいやった。